スタートしました揃いました 中で10番デンタルバルーンが出てきました外並んでいきます12番のビアンフェ、前に出るかどうかビアンフェ、前に出たうち10番のデンタルバルーン2番手になって外には14番トロワマルスです3番のレジエロ、外からは15番エレナー・バンティー、前に上がってあとは5番のワンスカイ、6番カバジェロこのうち2番のアルムブラストは後位の後ろ中段の前です7番のエグレムに1番のケープコットそしてその外に並ぶ13番のグリンデルバルト、34コーナー中間後方に構えています4番のマイネルグリットその後九番の西ノストーブ 8番のサバイブ16番ビップインクと続いていますレースの中間点は33秒4です一等離れて最高峰11番ゼンのジャスタ第4コーナーをカーブしていくところ残り400を切って前は12番のビアンフェ先頭を並びかける14番トロアマルス直線コースに入りました外から15番エレダーワンティー間を割ろうとデンタルバルーンストに持ち出している5番のワンスカイです前はビアンフェがネガバリ込みを図る外から追ってくるトロアマルス間を割ろうと3番レジエロサルリオ5番のワンスカイその後には1番のケープコット、番ののビアンフェ、に行くのはレ レジェーロとワンスカイさらには1番のケープコットビアンフェレジェーロワンスカイビアンフェビアンフェかゴールインビアンフェです2着3番レジェーロ